どうもバンです。ですね、もはやバン TV は RDE の中毒と申しましょうか。この RDE のワンボードマイコンですよね、今日も届きましたね。2つでなんとお値段1200円、送料込み、しかも翌日配送でね。これはちょっと AC アダプターで 9V の AC アダプターなんですけどね、9V の AC アダプターってね、音楽系ではよく使うんですけども、これはねハードオフで今日ね買ってきました。500円ほどでしたかね。でね、Arduino は 9V のね、電源があれば安定して動きますんでね、もちろん USB だけでも動くんですけども、今日また2つ Arduino が届いたっていう、それだけの動画なんですけれども、実はですね、我が家にはもうすでに Arduino が多数配置されてまして、一体何台あるのかというのをですね、ちょっと確認していってみたいと思います。まずこの2台ですよね。それからこちら、部品箱の中にこれはちゃうわ、ちょっとこのね、まず部品箱のどっかに、Arduino のナノプロが3台あります。これちょっとね、使いどころがなかなかね、見出せなくて、ちょっと眠ってるところなんですけど、そのうち使いますけどね。これで5台ですよね。で、6台、7台、それからここに8台、それから9、10、11、こちらに12と、全部で12台のArduinoが、現在ありますね。大変なことになってますね。とにかく数を数えたら12台あったということです。はい、どうもです。ですね、我が家にもう至る所にねArduinoが転がってるわけなんですね。でそのままねあちこちにゴロゴロ転がっているとね、非常によろしくないわけですよね。何しろ配線がむき出しなんで、でどうやって固定して安全に運用するかっていうと、このようにしてね、段ボールの上に、結束バンドじゃなかった、ビニ帯ですね、ビニール帯でこう結びつけて、で、コードの類、配線の類はこういう風にして、段ボールの下側からこう結束バンドをねこう這わせるようにして、でギュッてねやるようにしてます。で、さらにどんどん増えてきてるんですよね、 Arduino の、設置が。でこれはまた新たな金魚水槽の近くにね Arduino を設置するんですけども、ゴロゴロするとね、トラッキング警報が発令されるわけですね。非常に良くないですよね。だから Arduino をこう搭載して、でこの穴のとこね、ここギュッてやって、で、この部分は、配線がこう出入りするというような形でね、設置すると。で壁の設置は石膏ボードなんでね、基本的に家の間取りが。でこの、クリアプッシュピンですか、100均で80個ほどで売ってますよね。でこれで、止めていくと、ここ四隅止めるわけですね。でそうすることによって、なんかこうとりあえずArduinoが、けつまずいて配線がろくでもないことになったりもしませんし、安全に運用できるというふうに思います。こんなふうにして、今ねちょっとまだゴロゴロ転がってるやつがあるんで、それも順次ねこういうふうにして段ボール式のね設置に切り替えていく予定です。ぜひ参考にしてみてください。はい、どうもです。ほんでね、今日届いたこの Arduino、 これ2台セットのね Arduino ですけれども、もちろんクローン商品、コピー商品っていうか、Arduino はもともとコピー OK なんで、類似品なわけですけれどもね、僕がねこれいつも買ってるのがハイレッドゴーですか、っていうところの商品なんですけどね、これがね、多分一番安いですね。のそれもっともっとたくさん買えば安くで売ってるかもしれませんけれども、の
とりあえず2台で1200円送料込みね。もちろん Amazon プライム会員の、特典じゃないや、Amazon の送料無料の、条件付きでですけれどもね、でね、こちらはですね、アルディーノっていう表記がないやつ、ちゃんとした、クローン商品ですね。で、Amazon でもちろん買ってるわけなんですけれども、レビューのところにはですね、ただ動きませんでしたというの書き込みがね、レビューがいっぱいあると思いますけれども、結局なんだかんだ言ってね、もう何にも動かへんっていうやつは今まで12台、買いましたけれども、これ今11台目12台目ですけれども、10台買ったうち全部動きました。なので、動かへん言ってる人はおそらくですけれども、おそらく何らかの、このいきなりなんかいろいろ接続してなんかパーになったりとか、なんかね、別の原因もね結構あるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん初期不良もあるでしょうけども、結局、あ、ここまで言っといて、そういえば1台、不良品ありました。 RDE のレオナルドが、もうニッチもサッチも動かへんっていうのはありましたね。だから11台分の1の確率で、だいたい10台1台ぐらい、僕のケースでね、不良品があったというところですね。で、僕がこの、ハイレッド GO の Arduino を買うのはこれ何台目かな、多分6台目だと思うんですよ。で、安い割には不良の外れを引いたっていうのが、この今のところね、ハイレッド GO はゼロです。さあ今日も動くかどうかね、確認していきますけれどもね、一旦カット。はい、どうもです。今日買ったこの RDE の、ハイレッド GO の RDE の2台ですけどもね、無事2つとも動作確認が取れました。これはね、もちろんね、こんな端子全部ねチェックしたわけじゃないですけど、普通に USB として認識して書き込みができたっていうところまでなんですけれどもね。あと先ほど紹介したこの、9V の AC アダプター、ジャンク品でね、ハードオフで買ってきたやつですけども、これね、黄色のね、AC アダプターのこの口でしたね。このね、口は多分合わないだろうなと思って、もうその想定で買ってきてます。ですけれども、もちろんね、このくらいはここちょん切って、で付け直してということを考えて買ってきています。はい、本日の動画は以上です。ではまた、バイバイ。あ、ちょっと待て、一応ここね、切ってつなげるとこまで紹介しようかな。一旦カット。はい、どうもです。ね、先ほどの AC アダプターをこのケーブルね、ニッパーでカットして、で先を向いてですね、でテスターでね、電圧を測りました。そうしたところですね、だいたい 12V ぐらい来てますね。これは、無負荷、つまり何もこう負担するものがない状態なので、おそらく電圧がね、上がっているものと思われます。何らかのね、抵抗とか、回路とかアルディーノとかをつないだら、多分 9V ぐらいで安定すると思うんですけれどもね。多分こんなもんだと思いますわ。あと、このね、リード線なんですけれども、こうね、白、見えますかね、白いこうプリントがあるじゃないですか。大概このね、白くなんか印がついてる方がプラスです。でも世の中何が起こるかわからないんで、一応ね、こういう改造するときは必ずテスターで、電圧をね測って、こっちがちゃんと、印のついてる方がプラスやなとかいう風にしてね、で、付け直してます。これ、全然別の AC アダプターの、先っぽを捨てずに取っておいたやつですね。でこれも大概この赤いやつがプラスでしょうけども、これも一応確認して、このプラスの、この赤いやつがこの真ん中にほんまに来てるかどうか、この真ん中にほんまに来てるかどうかをテスターでね、通電確認して、
で実際にアルディーノにつなげてというようなことをやるべきだと思います。通電確認をする方法はテスターで、この接続を外さないといけないダメですね。この ×1 とか ×10 とかここで通電確認を、します。このオームってやつですね。で、とりあえずあの喋ってばかりであるなんで組み立てていきます。はい、どうもです。今ね、この捨てずに取っておいたこの電源プラグのこの被覆側、このシールド側ですね、これとあとワニ口クリップでね、この外側を挟んでます。でそうしたところちゃんとテスターは通電という状態で、この被覆側がマイナスだということが確認できました。作業を続行します。はい、どうもです。ハンダ付けの方法なんですけれども、これもいろんなこう人のいろんなやり方があると思うんですけどね、僕はまずそうですね、1センチじゃないな、8ミリぐらいかな、8ミリぐらい被覆を剥がして、でねこうやってねギュギュギュってこうね分かりやすくこう束ねます。でこの状態でちょっとあの取りながらであれなんですけどね、グイってねこうさらに縦にこうぐるぐるってやるんですよ。でその状態でハンダ付けしてます。昔はねあの両方にハンダ持って予備ハンダしてで、つけてというようなことをやったんですけどもね、両方にハンダを持ってで、つけてっていうやり方はね結構ねたまに外れることがありまして、でこうやって実際にねこのリード線を絡めてでハンダ付けした方がね確実なんじゃないかなというふうに最近はねそんなふうに思ってやってます。ハンダ付けしていきます。でね、この、熱収縮チューブですね、これをね入れるのを忘れるんですよ。だから先に入れるのを忘れないようにというところがポイントですね。こうやってで、ね、結局ねヒートガン僕買ったんですけどもあんま使ってないんですよ。結局ライターをよく使ってます。もうこっちの方が手軽ですよね。で次は、マイナスの方ですね。マイナスの方はね楽ですね。こうギュギュってやって向こう側に倒せばいいんでね。あ、ということは一方はたくさん被覆を向いておいてで、途中で倒せばいいことに気がついたぞ。よし、次回からそうやってみよう。感じですね。で熱収縮チューブこちらの方を忘れずにやるんですけども、熱収縮チューブの、やり方いろいろあると思うんですけど、僕はねこうプラスとマイナスがこういう風になってる場合は、あ、こういうとこね熱で溶けないようにしないとね危ないですね。ここまでハンダ付けして熱が伝わってここでショートとかいうことがねまあまあありますんで気をつけた方がいいと思います。でこの熱収縮チューブこれ、こういうあのシールドタイプのハンダ付けをするときは、こうやってね片方をハンダ付けしてもう片方はもうこんな風にして、これでまた収縮させてと、これでいつもやってますね。収縮させていきます。このくらいでかいと
回転させた方が良さそうですね。完成です。それではアルディーノにつなげて、動作確認していきたいと思います。その前に一応ここをの本当に電圧来てるかどうかをね確認していこうと思います。はい、どうもです。そうしましたらね、電圧のチェックしていきます。レンジは 50V に合わせてます。はい、正常に 12V ぐらいが来てることが確認できました。ちょっとね負荷かけてみましょうか。そうですね、抵抗をつけてみて、で実際に 9V になるかどうかをね確認してみます。はい、どうもです。先ほど来ね紹介しているこの AC アダプターなんですけれども、アウトプット 9V 700mAって書いてあるんですけれども、抵抗200オームぐらいを負荷かけてみたら、9V ぐらいに落ちてくれるかなと思ったんですけれども、全然落ちなくて 12V 近辺なんですよね。だからやっぱり安定化というほどの、電源ではないと。安定化は、ボードの方で、つまりもうちょっと回路側でやってくれというようなね、そういう AC アダプターのようですね。なるほどと。でもうちょっと性能のいい AC アダプターやったら、あの 9V が非常に安定して出るとかいう AC アダプターもあるかもしれませんけれども、ジャンクでそこら辺に転がってるような AC アダプターなんでね、これでいいかなと思います。で実際 AC アダプターをアルディーノにつなぐときに、9V 以上 12V ぐらいでもね全然問題ないようです。でね、一応ほんまは 9V なんですよ。なんですけれども、ここに、オペアンプちゃうわ、これ3端子レギュレーターかながあって、少々高い電圧でもね受けてくれるみたいですね。ちょっとこの辺不明瞭、ちょっとバンの言うことなんでね、あんまり信用しない方がいいかもしれませんけども、実際に、多数 RDN を使って、駆動していろいろ長時間ね動かしてっていうことをやっている中でも、実際に 12V ぐらいの電源をここに入れてっていうことでも非常に安定してね、使えてますし、この手の 9V って書いてあっても実際には 12V ぐらい出てる AC アダプターでも問題なくね、動くはずです。じゃあ実際に、RDN UNO でね、LED をつけてというところを、 LED つけだけやったらあれやな、モーターでも動かしてみましょうか、ね、せっかくなんでね、負荷をかけてみましょう。はい、一旦カット。はい、どうもです。ちょっとモーターを動かすというよりかはですね、ちょっと部品も足りなかったっていうのもあるんですけども、もういきなりね実践投入したいと思います。今回このRDEINOそれからこの AC アダプターを買った理由なんですけれども、ザリガニ釣り水槽、このザリガニ釣り水槽の LED 電飾をね、作っていってみたいというふうに思ってるわけなんですね。でアルデュイーノを1個増設するというわけじゃなくて、このアルデュイーノは、プログラムとかそれから検証用に、どうしても、ね、1個はキープしておかないといけないんですよ。次なるステップのものづくりをするためにアルディーノが必要になりますんでね。じゃあ2つ買う必要なかったんじゃないですかっていう話になりますけれども、それはね、2つ買えば1200円かで買えるんで、これはねいいじゃないですか。1個ぐらい余裕があってもね、ちょっとどうせまた使うかもしれない。いやこれ言ったとこやのにな、今必要ないものを買うのは僕はやめとくって以前宣言したのはどうなってるんだバン。それはさておきましょうか。そんな話はどうでもいい。とにかく、ザリガニ釣り水槽の LED をね、LED 電飾を
作っていってみたいと思います。で LED はどうしてもね、電流がたくさん必要になるんで、で RD の本体それから PC からの供給だけじゃなくて、AC アダプターをね、併用したいというところもありますね。あとこの LED テープなんですけども、定格が 12V なんですよね。で本来 12V の、電源を使わないといけないんですけども、たまたまねこれが 12V の、はいはい、おじゃぶくんどうしたん、誰と裏話してたんか、そうかそうか、なるほど、どうやった、まあそれなりにっていうことやな、忘れたか、まあとにかくそういうことですわ。お風呂か、あそうや、お風呂も行かなあかん、ちょっとね、まあそういうこともありましてね、まあちょっと今回グダグダになりましたけれども、何が言いたいのかというと、 Arduino が、増えて増えてどうしようもなくなってきて、いやそんなことない、これはこれで、バンのね、趣味として Arduino を活用して、AC アダプターもね、使ってて、もうわけわからん。本日以上では、バイバイ。Daily kick to go, daily kick to go. チャンネル登録しないでね。ホーバットボタンも押しときな。ハッ。Daily kick to go. 本当は登録してほしいな。グッドボタンポチッとな。ハッ。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね。ハッ。グッドボタンよろしくね。Hey, 本当は登録してほしい。本当は登録してほしい。本当は登録してほしい。本当登録してほしい。